アマツバメ科は超高アマツバメ目に属する都が、モシキ族はアマツバメ族。高井戸地方や海洋島を除いた全世界。多くの種は、お葉が短い。翼は、非常に細長く、腕子骨や子骨も長いため、飛翔時には、三日月状や釜状に見える。くちばしは小型だが、口は大型。地上に降りるのは、断崖、樹道などの垂直面に映像。 育数するときだけで頭部を上に向けてぶら下がるように止まる。歩くことはほとんどない。そのため後の4本すべて前方に向いて非常に小型で湾曲した鋭い爪が生えている。体内には大量の脂肪が蓄えられ、これにより数日間であれば絶食にも耐えることができる。これは航空での獲物の量に変動が大きいことに対する適応と考えられている。 卵は白い殻で覆われる。形態の酷似した種が多く同定が難しいため、構成種は約70から100種と変動が大きい。アマツバメ属アプスチャエツラコロケーリアシップセロウィド、ハリオアマツバメ属ヒアランデプスパニラシャウトディーナプス、タコーニス主に航空に生息する。睡眠時も、航空で短時間の睡眠と滑空を繰り返していると考えられている。 交尾も飛翔中に行う。地表や木の枝などの水平面に降りることはなく、また水平面から飛翔することはできない。植生は動物食で主に昆虫を食べる。多くの場合は航空を飛翔しながら口を大きく開け、飛翔している獲物を捕食する。雨天時には獲物が航空にいなくなったり低空に集まることから、雨が降っている地域から別の地域へ移動したり逆に、 低空に現れることもある。繁殖形態は卵生。私有で断崖や洞窟、軌道に草や木の葉、羽毛などを唾液で固めた多くの種では、皿状の巣を作り、卵を産む。建築物に巣を作る種もいる。一部の種は、唾液線分泌物で作られた巣が食用とされることもある。開発による生息地の破壊、人為的に移入された動物による捕食などにより、 生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。